ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデスベンツ G350D マヌファクトゥーアエディション2017年式28,300キロ、こちらの車両になります。すごい色の車が入庫しましたね。はい、赤灯ついてないですよねいやもう僕これあの動画アップしたらもう絶対コメントいただくのは分かってるんです、はい、これ消防車じゃないんです、はい、そうですね、はい、ちょっとこれあれなんですよね、限定車っていうことで。そうですね、マヌファクトゥーアエディション、2017年の時に200台限定で出た車のうちの1台。はい、でその時が3種類色があって、黒と白と赤で、黒が100台、白が70台、でこれが30台しかないっていう、めちゃくちゃレアな、一番で、ね、レアで、ポジティブに言えば一番レアなボディカーで、ちょっといろんな特別装備がついたりとか、はい、あと中かっこいいんですよねこれ。そうね、はい、なんでちょっとその辺をご紹介させていただきたいと思います、はい、であとはもうこの赤正直いきますよ僕いいです、はい、あの賛否やっぱり分かれるところだと思うんですよ、はい、で僕ちょっと動画撮る前にもあの中古車情報サイト見たんですけど、赤ってやっぱり少ないんですよね、うんうん、であの濃いめのちょっとワインに近い方の赤と、この個体かな分かんないですけど、あの何台かちょっとダイソーあるんですけど、やっぱり圧倒的に少ない、うん、でちょっとこう派手すぎやしませんか。最初これ出た時は僕もすごく思ったんですけど、現行型になって見返すと、いやこのボディにこれ悪くないんじゃないって最近思ってる感じですね。僕はちょっと派手すぎでちょっと乗りづらいかなと思ったんですよ。ただ、女性の方とか、あとはイメージですけど、なんかこう海外のセレブとかすごく乗ってそうだなと思ったんですよ。調べたらカイリー・ジェンナーっていう、最年少セレブ、なんかそのフォーブスかなんかのランキングで最年少セレブインスを選ばれたそのセレブの人も乗ってるんですよ。まさにこの方の苦しくない、ま、苦しくない、苦しくないだからちょっと僕の思ってた、はい、セレブとちょっとド派手なこう、まあ、仙台系で、そもそもあの G クラスを買おうという時点で目立ちたくないとかっていうのはまあまあそうですね、ないからね。そうですね、はい、もういっそのこと赤 で、 そうです、ね、はい、転がしていただきたい、はい、であとは僕ちょっとあれなんですけど、もしこれで例えばちょっとこれド派手すぎるなと、うん、これどっかでこう走ってたらどこどこ走ってたでしょって言われちゃうなっていう方は、これ思い切って限定車ですけど触ってもいいのかなと思うんですよ。そうですね、はい、で特にこうツートンとか、うん、はい、するとこうだいぶイメージ変わってくるじゃないですか。まあこちらでできますからね。そうですね、はい、今回ちょっとボンドボディで撮影してるんですけど、はい、そのままダイレクトにこう入庫できますから、はい、でこうバンパーとかフェンダーとか黒くしたりするとまたちょっと違うのか、うん、まあ、ヘリテージエディションにこうちょっと寄せるっていう手もありますしね、はいはい、まあ、そんな楽しみ方 も個人的にはこのまま嫌いじゃないです、はいはい、僕もこのまま乗っていただきたいです、はい、だちょっと現実的に言うとちょっと派手すぎるかなっていうのは僕はちょっと思ってしまいました、はい、まあ、いろいろご相談いただければ、はい、あとびっくりなのはこの驚異の価格の残り率というか落ちなさ、落ちなさ、はい、どうなってるんですかこれ、うん、今回ご紹介させていただくのが 28,300 キロ、はい、もう間もなく3万キロですけども、もうほぼ落ちてないと言っても過言でない、はい、本当に今ゲレンデがバブルで、もうそれは新旧問わず値段が大変なことになってますね。すごいっすよね、はい、もうだから需要と供給のバランスがもう完全にこう崩れてる。で特にこう仙台ってもう増えないじゃないですか、うん、現行はもうこれから作っていけばどんどん増えますけど、やっぱりこれはもう増えないのと、やっぱりこう全く別の車じゃないですか、うん、一応 G クラスっていう一つの括りで新旧言われてますけど、これってもう全然キャラクター違いますよね、うん、もうね、あのこっち指名の人もいるんでね、まあ、G63 のでもそうだけど、もうやっぱりちょっと客層が、お客さんの層が結構はっきり分かるんですよ。新型がいいか旧型がいいかって悩んでる人があんまりいない、予算でどうこうじゃないんだよね。なるほど、うん、でまだこの17年式、年式も5年式ですから、はい、まあ、今こう悩んでる方はぜひちょっと高年式の仙台 G クラス、ね、非常におすすめな1台じゃないかな。うちにあった赤いのも売れちゃったので。あ、そうですね、はいはい、かなりこう在庫というか中古車市場もかなり動いてる車なんで、はい、まあ、気になる方はお早めにお問い合わせいただけるといいんじゃないかな。お願いします、はい、そしたら外観チェックからいきましょうか、はい、今回個体の状態紹介でいいですかね。そうですね、もう非常に綺麗なコンディションでございます、はい、あとは限定ということで、まあ、いろいろなところが黒くなってたりとか、グリルやらミラーやら。そうですよ ね、 ですね。であとこのミラーはやっぱりついてきちゃうんですね、うん、正規だと。そうだね。でオプションでなんか助手席側にこのカメラがつくやつが
なんか10万円ぐらい出しとくと、うん、多分ついてくるのはついてくるんですけど、ルール的に取れるんですよね。大丈夫です。ですよね。うちでもあの後付けでできますんでね。でそこも綺麗に埋めたりでもできますので。はい、でもし気になる方がいらっしゃったらこんな辺触ってももうよりスタイリッシュになるのかなと、うん、はい、であとはもういいですよね、はい、衣装関係に関してはもう、そうですね、はい、皆さんおなじみだと思いますんで、もうカスタマイズするパーツもいろいろ出てますから、山ほど出てます、はいはい、まあ、オレンジ色とか、はい、そうですね、ちょっとこれボディカラーかなんでオレンジっていうのもあるかもしれないですけど、ね、はい、まあ、ちょっと薄くしたりとかもできますし、そうですね、はい、まあ、ヘッドライトも変えられますし、まあ、いろいろ言っていただくといいんじゃないかなと、はい、であとホイールも専用の19インチ、うん、AMG のパイプスポーク、こちらが装着されると。この辺もだって無限大じゃないですか。そうですね、はい、もちろんこの、はい、ただこれは悪くない、いいっすよね、これこのまま全然乗れちゃうなと僕も思いました、うん、ただちょっと引っ込み思案なのは、まあ、相変わらずなんで、そうですね、まあ、ちょっとスペースは入れて、まあ、まあ参考丸ですので、スペースはいらないっす、いらないっすか、はい、このままちょっとこのままでいいです、と乗ってる方がいいですかね、はい、でもこれ本当に奥様とかが買い物とか子供の送迎で乗せたらめちゃくちゃかっこいいですか、かっこいいですよね、ちょっとぜひそんな感じの使い方をしていただきたいと、はい、でもちろんその上げ下げもできますし、まあ、ブレーキのアップグレードとかもう切りなくできるんじゃないかな、うん、あと先ほどちょっと月村さんも触れてましたけど、この辺が黒くなったりとか、だから黒赤でちょっとこうツートンになってていいですよ ね、 そうですね、こんな感じになっております。であとは、まあ、ステップ一応標準のものになってますけど、うん、やっぱりこうお子さんとか女性の方とかちょっと使いにくいなんていう方はこう電動のサイドステップなんかもありますんで、うん、唯一僕がこれおすすめするときはアフターパーツとしてはサイドステップ、はい、おすすめします、ぜひですよね、はいはい、最近あの某有名車系 YouTuber の方もあのつけて絶賛していただきましたけど、はい、ぜひとも仙台ゲレンデもおすすめしたいパーツの一つです。あとは、まあ、基本的には全部赤黒でまとまってて、で今回の車350D っていうことで、あれですよね、アドブルー入れるタイプの、はい、これあれですよね、350ブルーテックの方だと入れないんですよね、うん、ですよね、まあ、途中でそのエンジンがマイチェンというかアップデートされて馬力もちょっと上がって、そうですね、はい、でアドブルー入れるようになって、うん、ちょっとハイギアスも綺麗になってっていう、こんな感じになっております。僕ディーゼル所有したことないんでアドブルーのそのあれがないんですよね。あ、はい、入れたことが、俺もあれだね、セーフティーローダーだった、そうですよね、セーフティーローダーの時ぐらいだ、はいはい、会社のトラック運転する、そうですね、はい、ただ今結構どこでもそのアドブルー置いてあるんで、うん、もう今は大半のスタンドでありますからね。それこそ本当に10年前とかだとこうトラックぐらいしか使ってなかったんで、うん、結構大きいそのトラックが出入りするようなガソリンスタンド行かないとなかったりしましたけど、うん、最初の頃ってスタンドのお兄ちゃんにアドブルーある、あ、はいって言われた何ですかそれみたいな、トラックが来ないあのスタンドだとですよね、そう、はい、今だとかなり一般的なんで、はい、まあ、その辺使い勝手も悪くないんじゃないか、うん、あと後ろに回っていくと後ろも背面タイヤのカバーこれ黒くなってるんですね。そうですね、ここがいいですね、特別仕様ですね、はい、あとここがやっぱりボディ同色目立ちますね、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。これなんといってもこの音じゃないですか、パシャっていうこれも原稿に引き継がれましたからね、うん、もうここのキャッチが最高です。この音を原稿で再現するのに手間かけたみたいだよね。みたいですよね、うん、はい、開発の段階でもう最高すぎます、うん、この薄っぺらいドアと、そして内装もう今更感がちょっと僕わざわざ僕が紹介するまでもないと思うんで、そうですね、ちょっとあの、はい、特別装備のとこだけ読ませてください、一応限定車になることでスライディングルーフ、今日はサンルーフですね、あとは、マルチコントロールシートバック、まあ、シートのちょっと調整の幅が良くなる、そしてあとベンチレーションもついてきます。であと各部レッドステッチ、そして一番メインはこの2トンのステアリングですかね。そうですね、これ随分太いですね。あとはシートベルトと、はい、はい、シートベルトも赤くなると。あとパネルに関してはデジーのピアノラッカーインテリアトリム、まあ、ピアノブラックのツヤツヤのインテリアのトリムになると。そうですね、まあ一応マニュアルファクトゥーアエディションのロゴも入ってるってやつですね。はい、はい、あとブラックレザールーフハンドル、うん、上の部分ですね、この握りの取っ手のとこですかね、はい、はい、ここも赤ステッチ入ってますよね。うん、赤ステッチ入ってます、はい、だから細かいところを見ていくとすごくさりげないけどお金かかってますね、うん、
これいいですね。で黒赤だしね、内装もちゃんとね、はあ、はい。そしてあとは、マヌファクトゥーアのバッジがついてデジーノのフロアマットになってると。めっちゃ豪華じゃないですか、内装。このシートがいいっす。いいっすよね。ベンチレーション付きなんで、はい、350D でベンチレーションついてないのかなっていう人には本当にこれしかないんで、もう充実の装備、うん、これしかないんですか。シートヒーターだけじゃない、後から付けられないんですか、オプションでとか。あ、そうなんすか。じゃあめちゃめちゃいいじゃないですか。ヘリテージもついてないんだよね。へえ。じゃあ相当特別感があります、うん、ゼブライディションついてる。ゼブライディションついてる。じゃあ一部の限定車だとついてるやつもあるんですか、うんうん、でもまずついてない。まずついてない。じゃあもうこのベンチレーションっていうのはかなりポイントが高いわけです、ね、高いですね。なるほど。こんな感じの内装になってございます。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。やっぱり必要ですね、うん、もうワンステップあるとだいぶ違いますね、はい、そしてこの辺とかこう捕まるところもないんで、うん、多分多くの方がハンドルだったりで乗り込んでもらう感じになると思うんですけど、いや眺めが最高です、やっぱりゲレンデそうね、はい、独特だよね。独特ですね、他ないですねこれ、うん、そしてシートは割と柔らかいです、うん、はい、そして間もなく3万キロですけど全然へたりがなく、うん、はい、しっかりした感じあります。ヘッドレストも柔らかめなんでかなりいい感じです。そして、463でもう最終完成形ですよね、これが。そうだね、はい、なんでこんな感じのメーター周りとステアリングとこんな感じのインパネ、ちょっとあの軍用車スタートで最後の最後はやっぱりちょっとこうだいぶ近代的になりましたね、うん、もうハンドルもスイッチいろいろついてますし、メーターなんかも、でも現行型のインテリアをもう見慣れてくると、あ、やっぱりなんか、あ、確かにこれでも随分クラシックですね。そうだね、そんな感じがしますよね、はいはい、ちょっとこのモニター周りに関してはこれちょっと最近っぽさを感じますけど、うん、これちゃんと残ってるじゃないですか、うん、この配置で、その辺がちょっとこうクラシカルな感じがして最高です。そしてこのダッシュボードですよ、この薄さの、良くないですか、うん、これも現行割と近いものありますけど、先代の方が圧倒的ですよね。で今回のお車は超人気のドリンクホルダー、はいはい、ドリンクホルダーがないんですよね、この車、はい、なんでこの辺がついてございます。あ、オプションのネットのそうね、こぼれます、冗談みたいなのがついてますけど、はい、はい、そしてレーダー探知機もついてて、ドライブレコーダーも、まあ、欲しいものが全部ついてる感じです。であとはアームレストの中は割と深めで USB が 2K とついてございます。でこの辺の仕組みあれですよね、割とこういろいろ触れますよね、うん、だからまあいろいろ足したりとか、最近流行りのミラーリングなんかを、そうですね、はい、やったりしてもいいのかなと、こんな感じになっております。そしてグローボックス、ほぼ何も入らないですね、申し訳程度の、はい、ETC が入ってございます、はい、こんな感じでしょうか、はい、であとそうだ、さっき言ってたバッジが、うん、バッジというかエンブレムというかこのロゴがここに入ってると、ステッカー貼っただけじゃないよね、はい、ちゃんとクリアで、はい、閉じてあります、うん、閉じてあります、はい、こんな感じになっております。いいでしょうか。あ、はい、ルーフのアイナーも、はい、これがスウェードになってるんで、これ高級感いいっすね、やっぱり、うん、ありますね。コンディションも良好です。そしてあとゲレンデといえばペダルですよね、うん、これブレーキペダルが随分手前というべきか、うん、アクセルが随分奥というべきか、こう高低差がだいぶある感じなんですよね。これがなんかブーツでも踏めるようになってるんですか、うん、踏み間違いがないように。ただまあスペーサーも出てますからね。そうなんですよね、はい、このアクセルペダルにスペーサー入れてアクセルペダルをこっちに持ってこれるんですよね、うん、そうするとこう随分乗りやすい、うん、僕初めて乗った時はびっくりしました、うん、うわ乗りづらーと思ってただこの辺は本当に考えられてるみたいなんで、まあ、このまんまでもいいですし、うん、ちょっとあの違和感ある方はあのそういったアクセサリーもありますので改善することも可能です。こんな感じでしょうか、はい、はい、続いて後ろの席も見てみたいと思います。じゃあ後ろの席は月村さんレビューでですね。やっぱりこうワンステップ欲しいですね。あとこの開口部が狭いんですよね、うん、そしてやっぱり背もたれが結構こう立ち気味なので、はい、まあ、ゆったり座るっていうポジションじゃないですね。
ただまあ足元は広いです。で後ろの座席はニザに、シートヒーターがついてるね。あとはまあ電源取れたり、エアコンは前の風が後ろに届くような形で、後ろでの温度調整はできない、風量もできないですね。あと僕聞いた話なんですけど、後ろこう座面がすごく高いじゃないですか、うん、見晴らしすごくいいじゃないですか、うん、子供受けがすごくいいっていうのを聞きました。奥様にはが後ろに乗るにはあれかな、どうなの。でもすごいこうこのヘッドレストの上に頭こう視線が来るので、ですよね、だいぶ高いよね、前の座席の座面と比べても。はい、ずいぶん高いですもんね、はい、ただちょっと立ち気味かな、うん、まあその辺はゲレン G ならではってところですかね。ちょっとあの、はい、戦地に運ばれてってる感は若干いなくなりました。ただちゃんとグリップは、後ろのグリップも皮巻きで赤ステッチ入ってます、いいですね、はい、だと僕1点だけいいですか、この開口部が狭い、ちょっとここはもうちょっとっていう方は多分少なくないんじゃないかなと、うんね、ただご安心ください、これちゃんと90度にするキットがあるんですよね。そうね、このドアを今どのぐらいでしょうか、75度ぐらいですかね、うん、それをもうちょっとこっちまでグイッと開くキットがあるんで、そうするとかなり乗りやすくなるかな。でこれ原稿もあるんですよね、原稿用も、原稿用もあるんだ、あります。だその辺使っていただくとまあ便利さがアップするのかなと思います。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。トランクがもう道具感が半端ないですよね。そうね、はい、ぐわっと。今回の車はこのボードがついててフラットになってると、うん、でどうしてもタイヤハウスがここ出っ張ってるんで、あれなんですよね、幅があるものが乗せられないんですよね、ゲレンデって。で結構定番でこうここに収納がついてるタイプとかいろいろありますけれど、今回のお車はもう一番簡単と言っても過言でないこのボードがついてるんで、まあ、ゴルフバッグなんかも余裕で乗せられると。そうじゃないとこう傾けて乗せる感じになるので、ね、まあ、ゴルフバッグにも良くないかな。これあるだけでだいぶ使い勝手が、ね、使い勝手が良くなるかな、違いますよね、はい、まあ、あとはここの高さと真四角に取れますから、うん、まあ、荷物はガンガン積んでどこでも出かけられるかなっていう、そんなお車になっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が、直六3リッターディーゼルターボで、これがなんか結構古い設計というか、うん、もう熟成されたエンジンなんですよね。もういわゆる定番のあの3リッターディーゼル、もうメルセデスのいろんな車種に積まれてきたエンジン、OM642 型で、これ前期後期ちょっとあったりとか仕様変更いろいろあったりとかしていろんなバリエーションがあるみたいなんですけど、 G クラスに至っては一応後期だと245馬力600ニュートン、はい、まあ、めちゃめちゃパワー出てますよっていう感じではないですけど、まあトルクは下からちゃんとあるので、はい、まあ、街乗りになんか、うん、全然、はい、持ってこいかなっていう感じはします。でこれちょっと結構画期的なエンジンらしいですよ。なんかもうエンジンのその設計自体がこう補給類とか全部入れて真四角になるように設計されてるらしいですよ。それがなんかワンボックスコンセプトとかって言って、確かにそう言われるとこうここも真四角だし、こっち補給類こんなついてるのに、うん、こっち側も手前も全部真四角って。じゃあ、ま、搭載車種を選ばないというか、その設計段階でそういう風に四角くスペース作っとけばどの車にも詰めますよみたいな感じで作ったんですかね。はい、でゲレンデ自体がドイツ生産じゃなくってメルセデス生産でもないんですよね。なんかマグナシタイヤとかっていうカナダ あのグループ企業 その自動車その組み立ての専門のメーカーというか、だから最近でいうと Z4 とかスープラとかも全部そこで組み立ててるんですよね、うん、はい、だからメルセデスの方はこう指示してこういう車を作りなさいって、うん、ただエンジンに関してはドイツで作って持ってって積んでるっていうふうに言ってました。あとエンジンの方もちょっと特殊で、なんか排気側のカムシャフトだけチェーン駆動らしいです、ね、で吸気側はそれをなんか一緒に回るギアかなんかなってるらしいですよ。ちょっとなんでそうなってるのか分かんないですけど、かなりいろいろ耐久性とか、まあ、その辺考えられて、うん、もうかなりこう2005年ぐらいからのエンジンなんですよね。もう熟成された、はい、完成度の高いこんなエンジンが積まれております。よし行きましょう。はい、いやもうこのなんかサイドブレーキ遠いのもいいんですけど、わかります、こうじゃなくてこう、そうね、
もうただ一言、この車楽しいです、うん、好きです僕、うん、このちょっとトラック感が、はあ、なんかこう普通にただこう道に出て走ってるだけなのに、うん、すごくこう冒険してる感ありますよねそうね、はい、うただ車ちっちゃいし意外に小回り効くんですよね、うん、だ結構都内なんかでも乗られてる方多くて、全幅が1860、はい、でもこのフェンダーがそうなんですよね、あっての1860だからこう室内空間っていうのはすごいコンパクトっつうか、はい、ミニマムというか、けどなんか狭い感じしなくないですか、うん、ちょうどいい、はい、めっちゃ楽しいんですけど、うん、もう本当に SUV 独特のこう船こぐ感じとこう、うん、なんですか、決して絶対飛ばせないっていうのを、そうね、なんかこうふんぞり返って片手で運転してはまあいけないけど、はい、そんなような車ではないよね、乗った瞬間に、ね、ただ本当に好きです僕これ、うん、また違った意味の趣味性が、そうですね、いやこれはちょっと中古でも人気があるのは分かります、うん、にしてもですけどね、ちょっとそうね、ちょっと値段が、はい、うん、ただなんかもうずっと乗れる感じしませんこれ、うん、もうなんかこれでディーゼルとかいったらもう本当に20万キロ30万キロぐらい乗れるし、なんか持っててもいいかなってずっと思っちゃいますよね、うん、現行がなったからね、なおさらやっぱりこっちだよっていう人も多いし、はい、長く乗ってた時にね、はい、あ、まあいいの乗ってんねってこう言われる感じの車だよね、うんうんうん、なんかそんなイメージ、僕の勝手なイメージですけど、なんかポルシェも結構その生存率高いとかって言うじゃないですか、うん、空冷もなんか結構な勢いで残ってるんですよね、個体が、うん、ゲレンデもかなりすごいと思うんですよね、だってこの形が変わらずにこのまんまっすよ、そしてこう乗った感じ、こうなんていうんですか、決してこう長距離走って疲れない車じゃないし、うん、車としてどうなのって思うんですけど、やっぱり好きと嫌いといい悪いは別なんですよ、そうだね、うん、だって正直言ったらまっすぐ走るのだって若干こうハンドルこう、うん、こうなってる感じするじゃないですか、うん、乗り始めたってこれですよドンドンとだいぶこう最終型になってブラッシュアップされて乗り心地もこうちょっと都会寄りに、ね、なったけども、それでもね、そうですね、うん、だって僕今日あの下調べするので読んでて、うん、読み物を W463 に1989年になったんですか、うん、で4駆になって W463 になったんですよね、うん、はい、で随分乗用車ライクになったって書いてあったんですよ、うんうん、嘘だろと思ってもうなんか 463A が一般化した今、うん、これが乗用車ライクになったって嘘だろって感じですよ、よいしょ、うわ、このなんかスタイリング戻んないじゃないですか、勝手になんかシュルシュルシュルってちょっとパドルに若干、パドルの存在に若干違和感があります、うん、そんな車じゃないだろみたいな、はい、ただ全然乗りにくさはないですね、うん、はい、ただちょっとそのペダルの位置関係と、うん、はい、あるぐらい、あとこのトラックみたいなぶっといステアリングと、ただこの辺はもし合わなければ触れるじゃないですか、そうだね、さっきちょっとペダルもつけましたおっしゃってましたけど、うん、調整の仕様がありますし、うん、もうステアリング効果はもう土定番じゃないですか、うん、でもし女性の方でちょっとこれが太すぎるなっていうのであれば、この雰囲気のまんまもうちょっと細くとか、うん、パンチングとかカーボンとか、意外にでもこのピアノブラックのインテリアに合わせてここピアノブラックとかでもいいと思うんですよ、そうね、あ、それだけでもだいぶまた印象変わるよね、本当にカスタムパーツなんか無限にありますからね、うん、自分色に染めていただいてもいいんじゃないかなって、だってディーゼルだってこの最近ディーゼルっぽくないディーゼル増えたじゃないですか、うん、もうザ・ディーゼルって感じですか、ディーゼルっぽいダダダダダダ、うん、回せばファーンって感じだし、うん、ただこの車なら全然許せるというか、はいはいはい、許せるっていう言い方も変だけど、そうですね、うん、ちょっとこう高級セダンでこう
ダダダダって DJ の音が聞こえちゃうと、うん、と思っちゃいますけど、G クラスだと、まあ、ディーゼルの感じもまあ車の性質に合ってるっていうか、はい、G63 でドロ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 っていうのもまあ一つだけど、これはこれで、そしてブレーキは割と効きます、うんうん、はい、これ本当になんか道具としてさらっと使ってるっていうのはおしゃれだよね。おしゃれですね。もう豆に洗車とかするんじゃなくて、そうっすね、ガンガン巻き積んじゃいますみたいな、もうアウトドアに使ってもいいし、うん、そうですね、ペットを連れて、はい、ああいいっすね。ペットもあれですよね、あの小型犬じゃなくて中型犬以上ですよね。デカめのやつで、はい、ちょっとよだれ垂らすぐらいの、はい、バウバウ売っちゃうやつね、はい、いいな、ちょっといろいろ想像が膨らんでしまいます、うん、これはいいっすよ。もうこう本当にこうギアって感じだよね、はいはい、今風で言うと。でも逆にそれを都内でこう都会派で使ってもかっこいいですよね、うん、だからあれもかっこいいけど、あれもかっこいいですね、うん、いや今なんですよ、やっぱりこういうちょっと趣味性が強い車選べて乗れるのは、うん、だってもしかしたらあと何年かしたら、えゲレンデ1000万円で買えたのっていう時代が来るかもしれないですよ。もしかしたらね、さあ、はい、どうだろうね。いやまあ個体数があるんで何とも言えないですけど、うん、でも確実にだってもう減っていくじゃないですか、うん、コンディションのいい車は、うん、選べないですよ多分もう。うわーいいなー、こうちゃんとねメンテナンスちゃんとしてこう大事に長く乗っていこうかなと思える。そうですね、車ですよねこれは本当に。一生持ってたいみたいな、うん、でウインカーがそこなんで、うん、本当にこう分かりやすい、うん、下手くそポールいらないじゃないですか。いらない。これうちのカメさんでも乗れますよ、うん、でバックカメラもついてて、見切りはね本当にいいからね。これはやっぱりちょっといいな。でも値段がいやもうそれは市場の原理なんでしょうがないです。これうちがバカ高いんじゃなくて、もう世の中的な相場がこう普通の感覚で言うとどうかしてるぜっていう感覚ですけど、うん、やっぱりちょっとそこ魅力があるところなんですよ今。いや現行はまだわかるじゃないですか、うん、最近その半導体不足で欲しい人に行き渡ってない、うん、プレネになるっていう理屈わかるじゃないですか、うん、仙台でこれですからね、うん、しかも決してこの何ですか快適とは言えない、うん、やっぱりなんか車の正解って分かんないですね。そうね、なんか乗り心地が良ければいいのか速ければいいのか、これなんてどっちも当てはまってないじゃないですか。そうね、特にうちら2人はちょい古めの感じが、はい、そうですね、まあ嫌いじゃないじゃない。だってミニも F より R だったり。そうですね、俺ゲレンデも、はい、まあ、463A より463の方がまあ味があるななんて思うので、ちょっとあの正直仙台ディフェンダーの68はあのちょっとこれあの日常使いはきついなと思いましたけど、これだったら全然乗れますね、うん、これ多分うちのかみさんでも乗れるっすね、うん、そして乗らせたいです、うん、女性がね乗ってるのもおしゃれですよね。うちのかみさん車に全然興味ないですけど、うん、いや悪くないよね。いいっすね。また今回の車は快適装備、シートヒーター、ベンチレーションついてますんで、はい、いいっすよ。涼しいベンチレーション、あれこれ吸ってんのかな、え、めっちゃ涼しい。相当涼しいよねこれ、はい、うん、めっちゃ涼しいですよ。全然こうレザーの張り付く感じ、蒸れる感じないっすよ、うん、つけとけば。これちょっといいな。山行けるし海行けるし、はい、都心のシティホテルに乗り付けても全然、いや全然ですね、全然ですね。ホテルの車寄せにブーンって入っていっても、うん、はい、あ、鍵ピッて渡して、はい、お願いします。いいっすね、これは欲しいっす。
持っときたいです。欲しいっていうか、どうしても欲しいっていうよりかは持っときたいです、うん、財力があれば。月村さん的にはこう狙い目としてはやっぱり 350D ですか？ 350D ね。ガソリンよりかも、うん、個人的には。なるほど。でなるべく高燃式、うん、でこのエンジンに見合った走り方をして使っていくみたいな、はい、なるほど、うん、ブルテックの方も悪くはないんですよね、うんうん、15年より前がブルテックでしたっけ。ブルテック、63とかもいいですけどね、うん、ただちょっとまた別っすよね、うん、多分ね63乗ってると現行63に見ようとこうちょっと引け目を感じちゃうような気がしてならないの、うん、こっち乗ってると現行のディーゼルとかとはまた、うん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 、いやそうですね、あえてこっちですみたいな。 この方の63乗ってると現行63にちょっとこう押されちゃうっていうか、なんとなくわかりますよ、うん、並んだ時とか、いや好きでこっち乗ってんだよっていうのはなんかちょっと苦しい感じがちょっとしちゃうっていう。まあ、この方の63も結構キャラが濃くて楽しいですけどね、うん、まあ好きな人はね、あえてこっちの63っていう人も全然いっぱいいるけど、私はこの車にはそういうスペックは求めないので、ディーゼルをしれっとこうなろうなろうなボディで。そうですね、うん、いいなぁ。本当はこのフェンダーも俺いらないぐらいです。あれこれよりちっちゃいフェンダーあるんですか、うん、これ MG フェンダーなんで、はい、前のこうなろうのこうこうなってないやつですか。ちょっともうちょっと細めのフェンダーで、はい、もういいぐらいです。あ、え、僕これゴツゴツタイヤだけとかいいですけど、うんうんうん、そういう乗り方もね、で街乗りしたい、うん、もうどんだけロードノイズがうるさくなってもいい、ね、はい、もうね、あのヘリコプターが飛んでましたっけっていうぐらいうるさいロードノイズのやつでもいいんで、こうこうこうつって、で買い物に行きたいです。もうね、はい、で都心のセレクトショップにも乗り付けて、いいっすね、つって、で休日は山に、はい、海にキャンプに、もうね、いやうちらの青春時代でいうと、はい、まあプラチナ通りとか旧山手とか、はい、でハリウッドランチマーケットの名前あたりにピタッて止めて、全然わかんないです。そうよね、全然わからないです、ついていけなかったです今。ハリランのあたりはスッと止めて、はい、うんうんって言ってる方が、じゃあ、ね、見てる方はもしかしたらいらっしゃるかもしれない、うん、うわおっさんだこいつ。いやでもこれ車好きな人だったらどの世代が乗っても楽しいと思いますよ、うん、こんなあの挙動のこんな動きの車ないっすもん。そうね、うん、これは本当にもう、いやいいですよ、しかも今回の車こんなに豪華装備でおしゃれじゃないですか、うん、なんか、いやありがとうございます。やっぱり乗るといいんだよな仙台記念も。そうね、うん、サイズ感もね、そうですね、うん、まあ、現行もいろいろこう再現されてますよこれが、うん、けど違うんですよねやっぱり、うん、現行は現行でもちろん良さありますし、いろんなそのドアとか乗った感じとかすごくこう再現性高いんですけど、うん、やっぱりこうオリジナルのこれとちょっとキャラが違うなと、ね、ありがとうございます、はい、というわけで今回はメルセデス・ベンツ G350D マヌファクトゥーアエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。